奈良県の観光名所、東大寺のすぐ近くにある信楽焼のたぬきさんが目印のお蕎麦屋さん。十割蕎麦が食べられる蕎麦どころ北原さんに向かいます。それではご覧ください。グルメ、観光、旅を楽しむアラフォー夫婦の Vlog です。いろいろなところ、おいしいものを探していくので、よかったらチャンネル登録をして応援よろしくお願いします。頑張った甲斐あった。
失礼します。そば湯です。暑いので気をつけてください。ペッと食べちゃった。ピロッと。はいよ。めっちゃ美味しい。おかわりって言うてる。そばでもね、あれね、まあ、そばに限らずやけど、なんか見てても楽なの早いのはやっぱ美味しい。そうやね。ついてなかった？ないっす。え、それより無料の便利だ。わかんない。こっちトロルすくんかなと思ったけど、すくわれへんかったよ。美味しかったな。ねえ、すごい美味しかったね。ひなたぼっこ中。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからも食いしん坊ともちんのチャンネル、どうぞよろしくお願いします。